はい。あ、かよちんが先生に当てられてる。大丈夫かな。あの、私はこの文章を書いた作者のことを調べて、あの、それで作者の意図が分かったらいいなと思って。え、次の授業までに調べてみんなの前で発表を。わ、私がですか。あ、どうしよう、できるかな。誰か助けて。あれ、小鳥ちゃん、どうしたの。どうしよう、ほのかちゃん、うみちゃん。小鳥ね、何も思いつかないの。もっともっと可愛くて素敵な衣装を山ほど作りたいのに、何も思いつかないの。ダメだ。あたり、小鳥、大丈夫ですか？しっかりしてください。小鳥ちゃん、いつも作りたい衣装のアイディアがいっぱいだったのに、どうしちゃったんだろう。アイディア、小鳥のアイディア、どこに行ったんですか？隠れてないで、出てきてください。落ち着いて、小鳥ちゃん。鳥を追いかけましょう。のぞみちゃん、小鳥ちゃん、何かあったの。私助けて、のぞみちゃん。わかったわかった、とりあえず一旦深呼吸で落ち着こうか。よーし、よし、よし。相談事なら、うちがゆっくり聞いてあげるから。のぞみちゃん、助けて。今日は二人とも、ここでゆっくりしていきなよ。それでね、今度の授業でみんなの前で発表することになっちゃって。私は作りたい衣装が何だったのかわからなくなっちゃって。うんうん、二人ともそれは大変やったね。じゃあ花代ちゃんには次の授業で緊張しないようにおまじないを。小鳥ちゃんは新しいアイディアが降りてくるようにおまじないしよっか。やったー、これで私たち安心だね、花代ちゃん。ふう、のぞみちゃんがいなかったら私たち大変なことになってたよね。小鳥ちゃんも花代ちゃんものぞみちゃんのおまじないが大事だったんだね。頼られてるわね、のぞみ。どんと来い、やん。でも、花代は調べ物も得意だし、小鳥はいつもいいアイデアが浮かんでたし、おまじないがなくても平気そうだけど。だって、緊張しちゃうんだもん。緊張すると足が震えちゃうし、声もうまく出せなくて。そうだよ、普段はできていても急に全部のアイディアが吹き飛んじゃうことがあるんだもん。確かにそういう気持ちはわからなくないけど。ふっふっふ、そんな時にうちのパワーが必要になるんやね。またのぞみが怪しいことしてるの。怪しくないよ、いつだって
効果抜群のパワーたっぷりのおまじないよ。のぞみ、そのおまじないというのは具体的にはどのようなことをするのですか？え？え？具体的に、そうやな、何しよっか。あ、まさか何するか今から考えるの？違います。最初からおまじないの内容は決まってました。今日は屋上やね。風を感じながらの方がスピリチュアルパワーも高まるし。そうなんだ。私も風を感じながらおまじないを受けることにするね。のぞみちゃん、よろしくお願いします。じごまかしてる。あれ、ニコちゃん、リンちゃん、どうしたの？のぞみちゃんのあの様子、ちょっと怪しくないかにゃ。だからね、のぞみちゃんのパワーには何か秘密があるんだと思う。ほうほう。誰にも言わない秘密、いいえ、誰にも言えない秘密があるんだわ。なるほど。のぞみって本当に言いたいこととか本当にやりたいこととか、そういうのを隠して適当なことを言うのよ。だからあのスピリチュアルパワーにも秘密があるはずよ。ニコはのぞみの本当のことが知りたいの。そういえば、私が占いを信じないからってみんなに根回ししてたことがあったわよね。すっかり騙されたけど。ただのぞみのスピリチュアルパワーって偽物っていう感じじゃないのよね。あのね、思ったんだけどさ、スピリチュアルって何か知ってるの？どういう意味なのかな？英語？そこからやらないといけないわけ？スピリチュアルという言葉は精神的なもの、霊的なものを表す言葉です。覚えておいてくださいね、ほのか。じゃあスピリチュアルパワーは霊的なパワーってこと？わかった。霊を空から下ろしてくるんじゃない？そんなことできるの？っていうか誰の？エリなら何か知ってるんじゃないの？どういうパワーなのかは私も知らないけど、いい効果があるんだったらいいんじゃない？そうですね、きっと何かの良いパワーなのでしょう。違うよ、エリちゃん、ムミちゃん、二人とも全然わかってない。そうですか？よく考えてみなさいよ。そのパワーがあればどんなことだってできるのよ。リンだって使いたい。じゃあほのかも。なるほど。本当のことが知りたいとかなんとか言って、のぞみのパワーを自分も使ってみたいっていうことだったのね。行くしかないわ。私たちでのぞみのスピリチュアルパワーの秘密を探るわよ。パワーを貯めたり使ったりしてるところを見て、リンたちのパワーを貯めよう。でも、のぞみをつけ回すなんてちょっと趣味が悪いんじゃない？私もそう思うわ。そんなことする前に本人に直接聞いてみればいいじゃない。何回聞いてものぞみってはぐらかすんだもの。ニコたちは大事な仲間なのに隠し事なんてずるいわ。なるほどね。私はやめておいた方がいいと思うけど、やめる気はないんでしょ？私たちがのぞみの周辺をこそこそ探っていることがバレたら大変なことが起きるかもしれないわよ。
でもやらねばならぬことがあるにゃ。じゃあのぞみちゃんの秘密を探りに行くぞ。おお。おお、いい天気。やっぱりお日様のパワーを感じておかないとね。なるほど、まずは太陽からパワーをもらうっと。天気がいいと気持ちが晴れやかになりますからね。わかるわかる、今日も頑張るぞーっていう気持ちになるよね。両手を広げて、リンもお日様パワーをゲットするね。あ、手を洗ってるわ。右手から洗ってるのって何か意味あるのかしら。リンたちもこっちから洗おう。のぞみの動作一つ一つにパワーの秘密が隠されているのかも。考えすぎじゃない？太陽を見るのも手を洗うのも普通のことでしょ。あ、のぞみちゃんがおみくじ引いてるよ。今日も安定の大吉やん。神様、ありがとうございます。またしてものぞみちゃんのパワーが。今度はのぞみに電話がかかってきているようですよ。はいはい。え、お米一年分が当たった？嬉しいな。花代ちゃんと半分こしよっと。ちょっと待って、のぞみのパワーすごすぎない？のぞみちゃん、ついてるよ、つきまくってるよ。やっぱり偶然とか偽物とかそういうものじゃないんだわ。リンたちも早くのぞみちゃんのパワーを使えるようになりたいにゃ。あれ、どうしたんかな、くしゃみなんて。さては誰かうちの噂をしてるな。え、ほのかちゃん、うみちゃん、なんで屋上でゴロッとしちゃったの？今日は晴れてるから太陽のパワーを吸収してるんだね、うみちゃん。はい、たまにはこうして太陽の恵みに感謝をするのも良いかもしれません。私の体にもパワーが。まーきちゃん、早く手を洗いに行こう。はいはい。手を洗うの？汚れちゃった？違うよ、パワーを貯めるの。かよちんも手を洗うときは右手から洗うといいと思うな。じゃ、また後で。二人とも綺麗に手を洗う練習してるのかな。ジロジロ。みんな面白いことしてるみたいよね。行くよ、うみちゃん。はい。せーの、最初はグー、じゃんけんポン。チョキです。あーあー、また負けた。今日の占いは、蟹座のあなたは今日の運勢最悪、今日は諦めてゆっくり家で過ごしてね、です。あれからのぞみちゃんの真似をしてパワーいっぱい貯めてるのに。まだまだリンたちにはパワーが足りないにゃ。あの、何よ。スピリチュアルパワーはじゃんけんや占いで良い結果を収めるためのものなのでしょうか。あれ、明日は朝練ね。遅刻しないでちゃんと来なさいよ。はぁ、あら、どうしたの、のぞみ。
ため息なんてらしくないわね。うちな、最近思うんや。もしかしてミューズのみんなに後をつけられてるんじゃないかって。キック。呆れた。あれからまだやってたの？まさか、ミコたちがのぞみの後をつけるなんてことは。本当？大切な仲間がうちのことを疑ってるなんてありえないよね。疑われてるとしたら心が苦しくて張り裂けそう。違うの、のぞみのことを探ってたのは疑ってるとかじゃなくて、そのニコッチ白状したね。今はっきり聞いたよ。のぞみ騙したわね。うちに隠れて変なことしてる方が悪いやん。久しぶりにあれ言っとこっか。わーしわ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 し、探ってるのはニコだけじゃないもん、みんなもやってるもん。はあ、子供みたいな言い訳をして自業自得だわ。スピリチュアルパワーを疑うと大変なことが起こるのだ。ごめんね、のぞみ。これ以上みんなが後をつけないように私からも言っておくわ。いいのいいの。なんでエリチが謝るん？行く先々で後ろにみんながいるから楽しかったよ。まあ、みんなから疑われるっていうのはちょびっと切ないかな。のぞみ。けど、ミューズのミステリアス&スピリチュアル担当としては、ちょっと怪しい雰囲気を身にまとってた方がいいし、ちょうどよかったよ。みんなね、のぞみのことを疑ってるんじゃないのよ。エリチ。のぞみのことをもっと知りたいの。私たち仲間だもの。互いのことをもっと知りたいと思うのは当然だわ。でも、うちは。誰にだって人に知られたくないことはあるし、みんなに説明する必要があるわけじゃない。のぞみの自由にしたらいいと思うわ。さ、暗くなる前に帰りましょうか。うちの自由にか。のぞみちゃんのパワーの秘密を探ってた？そうなの。でもね、真似してもリンたちには全然パワーが使えないにゅ。のぞみちゃんのパワーはきっとのぞみちゃんだけにしか使えないんじゃないかな。やっぱりのぞみちゃんにはスピリチュアルパワーがあるんだね。すごいな。リンも使ってみたかったけど、のぞみちゃんだけのパワーなら仕方ないよね。今度はリンちゃんも一緒におまじないしてもらおうよ。のぞみちゃんに元気を分けてもらえるよ。うん、何をお願いするか考えておこうっと。商店街の方や近所の子供たちものぞみのことを知っていたんです。私たちと同じで相談に乗ってもらったりしているそうですよ。わかるな。近所にあんなに頼れるお姉さんがいたら相談したくなっちゃうもん。はい、私たちだけではなくたくさんの人から信頼されているのですね。おまじないにいい効果があるんだし言及する必要はないって海やエリが言ってたのもわかる気がする。
秘密は秘密のままでいいのかもしれないわね。あれ、ニコちゃんどうしたの？なんか納得いかないのよね。まだ諦めてないの？のぞみ、君たちがうちのことをつけていたのは全てお見通しよ。ごめんなさい。リンたち、のぞみちゃんのスピリチュアルパワーはやっぱり偽物じゃないって分かったんだよ。偽物、偽物のパワーじゃないんだろうけど、もし秘密があるならニコは知りたかったわ。ニコ、のぞみ、みんなね、のぞみのことを疑ってるわけじゃないのよ。エリッチ、のぞみのことをもっと知りたいの。仕方ないな。そんなにうちのことが気になる？ニコッチはよっぽどうちのことが好きなんやね。あのね、うちのパワーの秘密、みんなに教えてあげるよ。え？本当に？やったー！いいの？うん、エリチに言われて考えたんや。うちもみんなのことを知りたいし、みんなにもうちのことを知ってもらいたいなって。のぞみ、これでリンたちもパワーが使えるようになるにゃ。実は、もともと運がちょっと良かったんや。もともとか。すごいやん。おみくじなんて小さい頃からいっつも大吉だったしね。でもね、うちのパワーに一番大事なのは、困ってる子、勇気が出ない子、そんな子たちの背中を押してあげたいっていう気持ちなんだ。え、気持ち？気持ちがパワーの秘密なの？そう。いつもだったらできるのに、焦っちゃってうまくいかないこととか、できなかったら悲しいからやらないでおこうとか、ちょっと弱気になっちゃうことって誰にでもあると思う。そういう時に、きっとあなたならできるよって背中を押してあげたい。それがうちのパワーの秘密なんだ。そうだったんだ。じゃあ、私たちがいつも元気づけてもらってたのは、超能力みたいなものじゃなくて、いつも、のぞみちゃんは、本当に私たちの背中を押してくれてたんだ。相手を思う気持ちが、パワーの秘密ってことね。いつもおまじないは成功していますから、のぞみの相手を思う気持ちは、誰よりも強いのかもしれません。回りくどいんだから、普通にアドバイスしてくれればいいのに。いや、あなたのことを思ってアドバイスさせてもらいますなんて恥ずかしいやん。照れくさいのよね、のぞみは。のぞみちゃん、顔赤い、かわいい。やめてよ。照れてるとかそういうんじゃなくて、もっとミステリアスな佇まいをしたかっただけで。そんなキャラ設定するような子じゃないでしょ、のぞみは。
だってさ、うちがみんなのことこんなに大事に思ってるなんて恥ずかしいし、知られたくなかったんだもん。愛が重いと嫌われるって言うやん。嫌わないよ。私たちもなぞみちゃんのこと大好きだもん。そうだそうだ。ほんとめんどくさいんだから。まあそこがのぞみらしいけど。みんなのぞみのことが好きなのよね。うん。のぞみちゃんのパワーの秘密を聞いて、やっぱりのぞみちゃんのパワーはすごいんだなって思ったな。ええ、本当にそう思います。のぞみが私たちの背中を押してくれる分、私たちものぞみの背中を押してあげたいわね。みんな、もう叶わないな。よし、今日はみんなにうちのパワーを注入してあげる。